今回の雑学は、ラブホテルで安い部屋に泊まる方法。はい、ラブホテルに行った時に満室で部屋が全然空いてない時があります。安い部屋が空いてなくて高い部屋しか空いてない場合もあります。実はこれにはからくりがあって、ホテル側は安い部屋をわざと使用中にして高い部屋に泊まらすようにしてるらしいです。すべてのホテルがそうしてるわけではないけど、そうしてるホテルも存在すると。その場合は人が来ない平日が多いです。そういう時は受付にお金がないから安い部屋がいいと。っていうか、それというか安い部屋はいつ空くかと聞けば使用中の部屋を開放してくれるという、場合もあります。はい、ということです。